どうも、内山美恵です。今日はね、こちら、そう、今日から冷やし中華始めようと思います。じゃあ早速作っていこう。今回用意したのは超スタンダードな冷やし中華なんだけど、これ麺でしょ。で、きゅうり、トマト、普段はハムなんだけど、今回は鶏胸を湯がいたのを用意しました。そして卵で、うちの母に聞いたら、まあバラのりなかったんで、黒のりと今塩出し中のクラゲちゃんを乗せるみたいなので、ここはね、ちょっと私あんまりやったことがないんですけど、スペシャルの一品ということでやっていきたいと思います。ではまずきゅうりから切っていきます。ここさん危ないよ。小学校の頃にここのね、切った先をさ、こうやってくる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 ってやったらアク抜きできますよって言ってたんだけど、久しぶりにやってみた。一人前だとどれぐらいの量なんだろうね。はい、まずはこれ何切りっていうんだろう、わかんないんですけど、細切り。はい、ちゃん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 ちゃらららら、んたんたん、ちゃん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 ちゃらららら。はい、できた。一人前ってこれぐらいでよくない？まあいいや、せっかくだからこっちも切っちゃおう。 OK、 まずきゅうりができました。ここにのせていきましょう。次、トマト。トマトどうやって切ってた？パッケージだと輪切りになってたんで、そのまんま輪で切ります。輪でいくぞ。いやーんいやーんいやーん、できた。よし、まずお野菜切れました。じゃあ次何行こうかな。卵を焼こう。出てきました、ガスボンベ、ね、卵ちゃんを2個でいいかな。片手割りに挑戦。あれあれ、私どっちの手で割ってたっけ？右手だっけ？あれ、こういう時両利き困るんだよね。どっちで割ってたっけな。どっちでもいいのか。さあ、いきます。まだいけた、片手割り。さて、もう一回いきます。せーの、よっ。あー、できた。意外とできる子やったわ。あー、怖かった。最近忙しくてね、全然自炊ができてないんですからね。自分のためだけに、こう、自分が自分のために料理を作ってあげるっていうのがね、これも自分自身へのねぎらいの時間ですよね。オッケー。はい、火をつけよう。あれ、つかないぞ。お、来た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 、できたできた。普段ガスボンベだもんな、私。できるかな、できるかな。綺麗に厚焼き卵できるかな。ここにココちゃんがいるんですけどね、見守ってくれて。ココちゃんこっち来ればいい、こっち来ればいいのに。頑張ります。これ見てください、皆さん、この可愛い癒しの、あ、ごめんなさい。でも毛だけは飛ばさないでね。こう見えて私意外と神経質なのよ。さあ、どうかな。焼き終わった後のお皿用意したぜ。あ、そっか、厚焼き卵じゃないから薄焼き卵だもんね。
あ、そうだよね、薄焼き卵じゃん。じゃあ半分ぐらいでいっか。じゃあ半分入れます。薄く焼くのがポイントですかね。そうすると、あ、でも全部いけそう。いっちゃえ。あ、いけたいけた、オッケーオッケー。なんだ、薄焼きじゃないか、余裕じゃないか。これは厚焼き卵でね、今度ね動画出したいっすね。意外とねできる方と思いますよ、とか言って本番失敗したりするんだよね。どうなんだろうね。え、薄焼き卵っていうものがあんまり分かってないぞ私。ウェルダンでいいんだよね、半熟じゃ変だもんね。でもなんか半熟とかの方が美味しそうなんだけど。あ、良きかな良きかな。卵ってなんでこんな幸せな色をしてるんでしょうね、ココさん。あー、美味しそう美味しそう。ここね油を抑えたいからね、ちょっと焦げ付き覚悟でちょっと油薄めにしちゃったんだけど、あ、オッケーオッケー、いいかな。よし、いけるかな。さあ行くで、せーの。あー、美味しそう、大成功。じゃあこれは後で切ればいいんだね。いや、めっちゃ綺麗にできましたわ。これは冷やし中華バージョンに卵をカスタムしていくぜ。お皿の上で切っちゃうからちょっと緊張感半端ないっす。ほっと、まな板まな板が欲しい。まな板傷つけそうで、あ、まな板じゃない、お皿傷つけそうで怖かったわ。卵はね、冷えてから切るべしだね。乗ったぜー。やば、この卵めっちゃ美味しそうなんだけど。熱々、あ、うまい。湯沸かします。その間に冷やし中華、説明を読もうじゃないか。麺を茹でる、冷やす、盛り付ける、終わり。オッケー。お、沸いた沸いた。じゃあこの生麺入れます。冷やし中華簡単だね。お、勢いよく細麺だこれ。ほっほっほー、3分計ろう、よーいスタート。1、2、3、4。あ、茹でてる間にね、これ鶏茹でたやつを、え、これなんていうの、むさぼる、なんだっけ、このさばく、え、なんだっけ、さくでいいのか。裂いていきます。おお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 湯捨ててきましたよ。あとは盛り付けていきます。じゃあスープかけるぜ。え、ごまだれってどんな感じだっけ。テロリロ、あ、思ったよりサラサラなんだね。高校生ぶりとかかもしんない。卵、たまたまご、トマトマト、そして水出ししたクラゲをのせます。ここら辺かな。焼き海苔完成です。今年初冷や中でございます。やったー、早速食べるぜ。いただきます。お野菜からね、いただきます。うん、あ、ごまだれだけどさっぱりしてる。卵、卵美味しい。麺と一緒に食べないのかいっていうね。さあ、ごまだれの実力はいかに。
いしい。うん、うまい。みんな冷や中始めて。クラゲと麺って合うのかな。コリコリしてるのとさっぱりしてくれるから冷や中ぴったり。今日ねハムじゃなかったんだけど鶏もさっぱりしてていいと思うんだよね。うん、うまいうまい。透明だし全然サブキャラかなって思ったんだけど超いいキャラしてるわクラゲ。うわ知らなかった。今回はね、生麺タイプって言って冷蔵コーナーにあるやつを買ってみたんだけど、このね麺が美味しいですわ。ちょっとね今日はさっぱりの中にもこってりしたものが食べたくなってごまだれ、あ、どんな味だったっけって思ってちょっと試してみたんだけど両方美味しいね。うん、やっぱりそもそもさ、ごまだれっていつから出るようになったんだろうね。発祥の地とかあるのかな。でも好き嫌い分かれそうだよね。私はもうすごいもう大好きな味でした。豚しゃぶごまだれパスタみたいなのもすごい好きだからもう全然いけちゃいます。超美味しいです。この夏おすすめの夏メニューとかあったらまたコメント欄でよかったらぜひぜひ教えてください。いかがでしたでしょうか。この動画がよかったらグッドボタンとまだの方チャンネル登録お待ちしております。ツイッター、インスタグラムいますので、内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。よかったら、関連動画とか、再生リストとか、他の気になるものあったら動画見に行ってもらえると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。